会は日本のプロレスラー。本名、坂井厚志。神奈川県横浜市出身。横浜市立桜ヶ丘高等学校卒業。血液型 B 型。小学校入学前に、同じ横浜市と塚区内に引っ越すまでは、30棟が、立ち並ぶ、いわゆるマンモス団地で幼少期を過ごした。近所の公園は広く、遊具も揃っており。 たくさんの友達と外で毎日遊ぶ活発な少年だった。小学2年から野球を始め、以来、野球以外何も知らないというほど、中学卒業まで野球に打ち込むことになる。中学時代は野球部に所属し、ピッチャーとして弱小チームを地区大会優勝に導く。練習はかなり過酷で、毎朝6時から1 0トル走ったり、台風の中で、 スライディングの練習をしたこともあるというが、この時に培われた基礎体力が後に役立ったと語っている。地区大会で優勝してからいわゆる燃え尽き症候群になったと、後年会は10回している。もともとプロレスに対してさほど興味はなかったが、高校1年生の時に新聞の検証で新日本プロレスの東京ドーム大会のチケットが当たって観戦した。 ことからプロレスに、どっぷりハマることとなった。このチケットは1999年4月10日の東京ドーム大会であり、この試合を後に、会本人は、メインは、武藤刑事隊ドンフライで、第0試合は、大似た厚死長蝶野正弘の電流爆破だったんですけど、その二つしか覚えてないんですよ。あれは、自分の脳裏に焼きつきましたねと語っている。 それからという物学校に行けば、朝から、週刊プロレス、週刊ゴング、週刊ファイト、内外タイムスを読み漁り、バイト代はすべて週末のプロレス観戦費用に、つぎ込むようになり、年間100試合近く生観戦をしていた。この時から、プロレスラーになることを夢見るようになり、高校2年で柔道部に入部。入部初日に、プロレスラーになるために来ました。 よろしくお願いしますと挨拶し、柔道経験のあるプロレスラーの例に漏れず道場でプロレス技の練習をしていたこともある。高校3年になって他の部員が引退して受験勉強に励む中、一人トレーニング場で筋トレに励んだ。感染が高じて埼玉プロレスを赤塚公会堂で観戦したり、d DT プロレスリングでエキサイティング。 吉田の試合を観戦した印象を語ったりもしている。家族の中には自身以外プロレスを見る者やプロレスに興味がある者は一人もいなかったといい、後にプロレスラー志望を両親に打ち明けても全く本気にされなかった。強いて言えば、会の母は賛成寄りであったが、父はちゃんとしたサラリーマンになってほしいと反対した。当時は日本のプロレスよりも、 WWE など、海外のプロレスに興味を持ち、WWE 入団を夢見ており、マディソンスクエアガーデンのレッスルマニアも観戦している。しかし、知り合いの誘いで、海外インディ団体を観戦するため渡米するがその、団体のレベルの低さに愕然とし、やはり日本のプロレスの方が、レベルが高いということ。また菅原拓也からの勧めにより、日本の団体で、 プロレスラーになることを志す。高校卒業後、会は新日本プロレスの入門テストを受けるが、若すぎたことと身長が低かったことで失格となった。ちなみに、その時に会を落としたのは、長田博士だった。そして、会と同じく試験を受けていたのは、中村晋介と後藤博士大輝だったという。会本人は、この時不合格になったことで、アニマル。 浜口ジムでいい師匠に出会えたり、全日本プロレスのレスラーたちに会えたので、これで良かったと会は、後年のインタビューで明かしている。知り合いの勧めで入門した、アニマル、浜口ジムに、約3年半が良い体を鍛え、2006年に行われた、無等塾の、新人オーディションに合格し入門する。同期に、T28 がいた。練習生時代は、 無党に指示し付き人を務めていた。2007年2月、同期入門の三原博次と共に、メキシコ修行に出る。2月22日、アイグにて会のリングネームで、アレナナウカルパンにて、ロストラウマス1号2号相手に3本勝負形式で、プロレスデビューし、勝利を飾る。6月3日、ヤマト、 元スーパークルーの佐々木と組んで、アイグトリオのタイトルに挑戦するも敗れる。2008年2月17日の甲楽園、ホール大会で、日本デビュー戦を行い、同期の真田翔也ョ &T28 から勝利を奪った。その後、大和とのタッグで、ジュニアタッグリーグ戦に出場。若手ながらも奮闘し、 肘方隆、中島勝彦組、野沢論外、マザダ組から大金星を上げる。4月20日、同期であり、同門でもある、T28 とのシングルマッチが実現。試合では、カイがスプラッシュブランチャで勝利した。シングルマッチはこの試合が、レスラー人制発で、デビューから1年以上経っている選手にしては珍しい、ことである。5月5日、韓国。 ソウルでの新韓国プロレスンクープは、世界チャンピオン決定戦にてサナダとのタッグでの出場が決定した。6月10日、無搭載にて、肘型、和ズを相手に、スリーウェイマッチが決定。そして試合当日、なんと会は、世界ジュニア王者の土方から、必殺のスプラッシュプランチャでフォール勝ちを奪うという、大金星を収め会場から大歓声を受ける。 対戦相手の一人であるカズに、すげえ化け物が出てきたなって感じですねと言わしめた。6月28日、シリーズ最終戦では開幕戦で、タッグマッチながら敗れていた T28 から、スプラッシュプランチャでリベンジ。そして、ドカタ、エルサムライの世界ジュニア王座戦終了後に、ジュニアの面々が、リングに集合。カズのマイクを横取りして挑発し、 次期シリーズのジュニアヘビー級リーグ戦に向けてアピールした。ジュニアリーグ最終戦でマザダを撃破。決勝に上がってきた元世界ジュニア王者のシルバーキングも変形道の区ドライバー2で下し、1日2戦の激闘をくぐり抜け優勝を果たした。デビューから1年5ヶ月での快挙であり、若手ジュニアの中でも頭一つ飛び抜けた。 そしてさらに8月31日、両国国技館で、世界ジュニア王者の肘方隆史への挑戦が決定。デビューして1年6ヶ月での世界ジュニア王座挑戦は、世界ジュニア史上最速での挑戦である。8月22日、後楽園での小島聡都市タイタル戦終了後、ブードゥマーダーズに臨地されていた小島を、天山広吉、大和と共に救出。小島、 大和と新ユニット F4 を結成し活動していくことを宣伝した。8月31日の国技館大会で肘方との世界ジュニア王座戦に挑んだ。期待は高かったが、初挑戦、初退館はならなかった。10月13日、新日本プロレスの両国大会に参戦。GBH と激突したが惜しくも敗れた。11月3日、会話は、 両国で F4 のメンバーと組んで新日本プロレスの天山、そして IWGP ジュニアタッグ王者の内藤哲也、雄二郎と対戦。2008年末のプロレス対象新人賞部門にノミネートされ、会も最終選考まで残るが惜しくも受賞を逃した。2009年新春シャイニングシリーズで小島と組んで復活したアジアタッグトーナメントに出場。 一回戦は通過したものの準決勝で敗れ、自身初となるベルト獲得はならなかった。2月6日、鈴木実、マザダグミとの対戦後、再び小島と組んでアジアタッグに挑戦することが決定する。試合は、海が鈴木の坂落としからのスリーパーという必殺フルコースで敗れた。鈴木から良いおもちゃを見つけたと称賛を浴びた。 5月15日に行われた、ジ男塾とのコラボ大会、フアイティングライブ2009つ寸だ。では、第一試合で、アシュラ像をモチーフにしたコスチュームで、ブードゥーマスクと対戦し勝利。試合後は四方に向かって4人で、アシュラ像のポーズを決めた。2009年度のジュニアヘビー級リーグ戦では、開幕戦で、世界ジュニア王者の数に勝利し、 全大会優勝者としての意地を見せる。そのまま勢いに乗って A ブロック1位に踊り出るも、優勝決定トーナメント1回戦で B ブロック2位の近藤修二に敗れ優勝を逃した。8月30日、両国大会では F4 の一員として、プロレスリング、ノアの小橋健太、菊池岳伊藤明彦と6人タッグで激突。12月13日、 ファンカンシャデーにてヤマトと組んで小島と、女子プロレスラーの下田美馬と対戦するが、ヤマトが、下田のラ・マヒストラルでフォール負け。試合後、恐れ言いましたと頭を下げた。2010年、ブードゥー・マーダーズとの交想が激化し、2月7日の、後楽園大会で、敗者チーム解散キャプテンフォールイリミネーションマッチを、決行するがこれに敗北。F4 の解散が決定してしまう。 その後は、世界ジュニアに標準を絞り、3月の両国大会で、ジュニア絶対王者の数に挑戦。回の王座出しこそはならなかったが、数から、ありがとうとの言葉を受け取った。その後も、全日若手のホープとして、ジュニア戦線を盛り上げている。2011年からは、当時のジュニア王者ミノルが打ち出した。 全日本ジュニア3強時代に対抗するため、鈴木とのシングルマッチを経験。4月には、師匠である、和林とのタッグで、ジュニアタッグリーグ戦で優勝。パートナーの和ズとの挑戦者決定戦も制した後、ミノルの世界ジュニア王座への挑戦も決定した。だが、スーパーヘイト暴行事件の影響により、ミノルが王座から剥奪されてしまう。 6月12日後楽園、ホール大会でのラダーマッチを制した近藤との王者、決定戦を6月19日両国国技館で行うこととなり、見事3度目の正直で世界ジュニア王座を獲得した。2011年のジュニアヘビー級リーグ戦では、決勝戦で金本浩二を破り、史上初の王者として優勝を果たした。 ジュニアリーグ制覇後のケニー・オメガとの防衛戦では、敗れ、全王座流出の一端を担ってしまう。かも、その後、なかなか雪辱の機会に恵まれずにいたが、中沢マイケルとの試合、ジベットと組んでのジュニアタッグリーグでのオメガへのアピールを、経て挑戦が決定、王座を取り戻す。2012年、ジュニアハイパーリーグと解消してのリーグ戦では、史上初の王者として、 連覇を目論むが混同に阻まれる。次のシリーズでは強さを求めヘビー級の選手たちとのタッグシングルマッチを展開。カイも精神面では負けていなかったものの、肉体面でついていかず、これがカイのヘビー級転向のきっかけとなった。2012年8月25日、スワマとのシングルマッチで敗戦した翌日、カイの口からヘビー級への転向の意思が語られる。そのため、 ヘビー級の体作りとして、会の無期限欠場も発表された。2013年2月23日高楽園、ホール大会で、3月17日の両国、国技館大会で、サナダ・ショヤを相手に復帰することが発表される。そして当日、ジャンピング・サンダー・ファイヤーボムで勝利し、ヘビー級に転校しての初勝利を飾った。その後のチャンピオン・カーニバルでは、 初出場ながら、塩崎号を準決勝で下すものの、決勝では、秋山一志に苦敗を喫した。全日本プロレスを退団した武藤を追う形で、2013年6月30日の、両国国技館大会を最後に退団。武藤の新団体、レッスルマイナス1設立記者会見に出席、所属を発表した。7月6日。 両国大会で敗者神切りをあぐんだん解散マッチで、デスペラードのリーダー河野正樹と対戦したが、敗れて会が坊主となってしまう。2014年7月7日、会は東京グレン大工業で、憧れの存在、大仁田敦史と組ストリートファイトトルネードタッグマッチを行い勝利する。その後、8月1日に行われたシャチホコウ花火でも、大仁田と組勝利を収めた。 また、この試合は海にとっては、初の電流爆破マッチだった。レッスルマイナス1、チャンピオンシップ初代王者決定トーナメントに、出場するも、決勝で、河野に敗れた。2015年に入り、シングルマッチで、船木正勝、河野、田中正人を立て続けに破り、第2代レッスルマイナス1チャンピオンシップ王者、武藤に挑戦表明した。 2015年3月8日、後楽園、ホール大会において、無党に勝利し、第3大レッスルマイナス1チャンピオンシップ王者となった。8月より、レッスルマイナス1に参戦中の翔太と決託し、コスチュームをタンクトップに、ジーパンで登場し、ストリートファイト仕様にチェンジして、自由奔放なファイトスタイルや言動を繰り返すようになっていく。また、 12月には、横浜大会に来場してきた、三富正幸ともタッグを結成。三富のことを学生プロレス時代のリングネームである、潮吹きと呼んだ。試合後のバックステージでは、長野恵古と多く話すようになった。2016年4月13日、大日本プロレスに参戦し、星野勘九郎とタッグを組み、平成国道コンビに加入。大日本プロレス。 くしろ大会限定のコンビでもあった。縁があり、大日本プロレス、くしろ大会には3度もゲスト参戦している。5月4日、第7代レッスルマイナス1チャンピオンシップ王者の日の、広志と対戦して勝利。第8代レッスルマイナス1チャンピオンシップ王者となる。王座大会後、会はインディーを自由に暗ャすると発言し、翔太と三富の協力などから、 ガッツワールドプロレスリング、頑張れ、プロレス、アイスリボン、大日本プロレスへの参戦が決まった。5月8日、ガッツワールドプロレスリング後楽園、ホール大会の第1試合にてご所が原らわれ作とのシングルを行う。5月21日、アイスリボンに、初参戦。カイモセラリサとの極道コンビで登場し、ミトミアンド、 藤田茜の愛媛タッグと対戦をして、三富を本家公認、ガンのケクラッチで丸め込み勝利。試合後には、バースデーケーキとリングアナウンサーの千春特製の、チャンクをいただき、サプライズで誕生日を祝ってもらった。5月29日、DDT プロレスリングのオープニングに、大谷健と登場し、子、D タッグ王座への挑戦を要求する。12月20日、 レッスルマイナス1対談を発表。W マイナス1参戦は継続する予定である。2017年1月2日、古巣である全日本に登場し、参戦の挨拶を行った。対談後は W マイナス1のほか01、全日本などに参戦中。3月7日、キシンドウに初参戦。2020年現在は、ドラゴンゲート。 全日本プロレスにて活動中。2020年9月21日ドラゴンゲート、大田区総合体育館大会メインイベント、金網サバイバルシックスウェイマッチで、出場順に出出場。会には、負け残ると、ドラゴンゲートマットから追放、一抜けすると、RED に強制加入というリスクがあった。試合は同門であるヤマトを助けて一抜けさせようと、していたが、逆に、 ヤマトをトライで攻撃した。カイが位置抜けし、リスクにあった RED に電撃加入した。その後、カイは金網戦まで対立していた BB ハルクをアシストし、エスケープを助けた。試合後、カイはハルクとがっちりと握手を交わした。現在は、そのヤマトをターゲットに定めている。ベースボールマガジン社、レスラーヒューマンストーリー2プロレスラー男の履歴書。 P120 から127。ありがとうございます。